はい、どうも皆さん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、6月より楽天カードで高級料金の支払いの還元率が1%から0.2%還元へ、注意点や今後の対策を解説ということで、今回は楽天カードについてですね。この動画では楽天カードで日頃から高級料金の支払いなどをされている方向けに、特にですね、今月知っておいた方が良い情報をお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ってことでね、もうすでにご存知の方多いと思うんですけども、もともとこの楽天カードで、高級料金の支払いに関してなんですが、1%還元ということだったんですよね。100円で1ポイントということだったんですけども、こちらがですね、2021年6月より、なんとこの還元率が0.2%還元にダウンすると、そして、ま、500円に1ポイントということになりますんで、普段からね、楽天カード使ってる方は、まあ、ちょっと前にこのニュースが上がってたと思うんですけども、結構ね、ショックが大きかった方は多いのかなというふうに思います。 僕もね、新ポイさんのツイートを見て、そういえばと思って、今回動画にさせていただきました。で、実際にどんな感じになってるのか、詳細のページ見ていこうと思うんですけども、ここですね、カード利用獲得ポイントの還元率が異なるご利用先。 高級料金等の楽天カード利用獲得ポイントに関する変更について2021年6月より高級料金等の一部ご利用先について100円につき1ポイント進請から500円につき1ポイント進請に変更になりますということでございますで実際にどういったところがですね500円でま1ポイントになるのかということでですね下にいろいろ出てはいるんですけども例えばその高級料金の場合ですね電力会社は例えば僕が住んでるとこであればこう種付加 福岡県なので九州電力であったりとかガスであれば僕がね住んでる地域であれば細部ガスとかそして水道局であれば福岡市水道局とかまあ、こういったところが今回のお題でもある500円につき1ポイント0.2%還元に変わるということになります ま、他にもですね、例えば税金のジャンルであれば、まあ、今この時期であれば自動車税とかもね、結構話題になっていると思うんですけども、他にも固定資産税、都市計画税、法人税、地方法人税、増用税、厳選所得税、住民税、まあ、こういったものも0.2%還元になると、あとは国民年金保険料、そしてヤフーの公金支払い、まあ、こういったところが0.2%還元ということになりますね。まあ、もちろんね、ポイント還元があるだけ全然ありがたいところではあるんですけども、 ま、冷静に考えて0.2%還元って結構低いですよね。 で、一応ですね、ここにも出てるように、上記記載のない事業者でのご利用分は、100円につき1ポイント申請となりますということでございますので、まあ、全部が全部がね、公共料金が0.2%還元になってるわけではなくて、まあ、ここに入ってるものに関したら0.2%還元になると。で、0.2%還元以外のものに関しては下にいろいろ出てますので、こちらもね、ぜひ随時チェックをしてみてください。一応、ま、楽天エディはね、200円につき1ポイントとか、楽天キャッシュも同じですね。ポイントの申請対象外もね、ここら辺にずらーっと一覧で出てますので、ここら辺も ぜひチェックをしておいてください。で、それを踏まえた上でなんですけども、実際に今からその6月までにやるべきことはということで、まあ紹介をしたいと思うんですが、今回大きく3つに分けて紹介します。まず1つ目なんですけども、すでに楽天カード設定済みの方は、他のカードを持ってたらですね、変更の手続きを早く行ってください。まあたいね、こういった変更の手続きとか、いちいち電話をしないといけないとか、ウェブサイトにアクセスしないといけないとか、ちょっとね、めんどくささはやっぱりあったりするんですけども、こういったものはね、 例えば今この動画を見てる段階ですぐにお手続きをすることを強くお勧めします。まあ、僕自身がね結構ズバラな性格をしてるので、こういったことって結構ダラダラしちゃうようなタイプだったんですけども、長い目で見た時にね、あの時設定しておけばよかったかなっていうふうに思うのももったいないと思いますんで、なるべく早くね、変更の手続きを行ってください。 で、次二つ目は、今回のその還元率0.2%還元を上回るクレジットカードを設定するということですね。まあ、これに関したら、もうそのクレジットカードを持ってる方であれば、この設定をやっていただければと思うんですけども、まあ、例えばなんですけども、僕、ゆずひこが持ってるクレジットカードの場合をいくつか例で挙げたいと思います。まず、この楽天カードはね、今回の公共料金の還元率が0.2%還元になったということなんですけども、それ以外にもビザラインペイ、クレジットカードですね。こちらはね、2022年の4月の の30日まで還元率が2%還元ということになるのでまあ、本当に今あるクレジットカードの中でもやっぱり高還元なクレジットカードにはなるんでまあ、貯まるポイントが LINE ポイントにはなるんですがもし還元率を狙う方は LINE ペイクレジットカードでも結構ありかなとで次に JQ エポスゴールドカードですねまあ、こちらのカードの場合に関したら選べるポイントアップショップってのがあるんですけどもそれにもし僕が住んでる地域がまあ、九州九州電力があるのでそれをね登録したら1.5%還元となりますなのでもし JQ エポスゴールドカード 思思っっててていいいる方であれば、まあ、こればこにね公共料金をを設定して還元率アップを狙ってもいいと思いますそしてもう一つ。まあ、こちらもね、動画でちょくちょく紹介をした aupay のクレジットカードですね。aupay カード。こちらの還元率は1%還元ということになりますんで。まあ、全然ね、この0.2%と比較しても、やっぱり1%還元というのはやっぱり魅力的かなと思いますんで。もしポンタポイントを貯めたい方はね、こういったカードも設定してみるのもありなんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際にですね、この0.2%還元ってどれぐらい差が出てくるのかっていうところですね。わかりやすい数 数常を見ながら見ていただきたいと思うんですけども例えば毎月5000円の電気代まあ僕今一人暮らしをしてるのでまあだいたい5000円いくか行かないかぐらいなんですけどもその場合まず0.2%還元の場合どれぐらいのポイントが入ってくるかというと10ポイントなんですよねまあ、もちろんね普通に銀行引き落としですかねそういったものをしていれば全然ポイント還元とかはないんですけどもそれと比較したらもちろん10ポイントでもでかいんですがやっぱりちょっと物寂しさってのありますよねですけども次のこのビザの LINE ペイクレジットカードの場合はなんと2% パー還元なので100ポイントも入ってくるんですよこれ結構でかいですよねで続きまして JQ エポスゴールドカードの場合に関しては75ポイント貯まりますそして AUP クレジットカードの場合はこちらで50ポイント入ってくるということになりますんでもうこの時点でどれぐらいがポイント入ってくるのかっていうのがなんとなくイメージが湧いてくるのかなという風に思いますなのでやっぱり0.2%還元よりかは高いクレジットカードを設定した方がね長い目で見た時にはやっぱりそこが結構後々になって響いてくるのかなという風にも思いますでさらに加えてですねこれを10% 12ヶ月分、まあ、1年間として支払った場合に関したら、一応ここね、かける12をしただけの計算にはなるんですけども、1年間で120ポイントが楽天カードの場合は貯まると。まあ、溜まらないよりかはもちろんいいんですけどね。けど、ビザのラインペイクレジットカードは、もうほんとそれの10倍なので、1200ポイントもなんと1年間で貯まるっていう、すごいですよね。高級料金払ってて1200ポイントも貯まるって、絶対設定した方がいいっていうね。まあ、ちょっとね、期限が4月30日まで,ので、まあ、ちょっと計算が変にはなるんですけども。で、JQFOS ゴールドカードの場合に関しては900ポイント。 あと、aupay カードに関したら、600ポイントということになりますんで、還元率が高いクレジットカードを設定するだけでこれだけ変わってくるっていうのがね、ま、お得さんも結構変わってくるかなというふうにも思います。まあ、ですけども、このクレジットカードに関したら、やっぱりその持ってる方とか持ってない方とか、ま、そういった感じで結構分かれてくるとは思うんですが、ま、これに関連してですね、さらに3つ目 0. 2、0.2%上回るスマホ決済を活用すると、ま、これはね、誰でも使うことができるので、正直。この方法でもありかなと僕は思っております。そうなんです ですよね、スマホ決済で請求書支払いをする魅力的なところは、わざわざそのコンビニとかでも行かず、もうご自宅でサクッと決済して支払いができちゃうっていうことになるんで、移動する手間がめちゃくちゃ省けるんですよね。なので、あ、そういえばまだ支払ってなかったなと思ったら、普通にご自身のペイペイとか a u p a とかそういったもので支払うことができますので、このスマホ決済のまた魅力的なところにはなります。で、実際にスマホ決済の中でも、どんな風な還元率なのか、どれがお得なのかっていうのをざっと見ていただきたいと思うんですが 今回はペーペーイペーペペイーーイ、イイ、イ、イ、イランンーそしてファとということで、ピッックアップをしておりますでまずペイペイからなんですけども、こちらペイペイで請求書支払いをした場合は、0.5%から1.5%の還元率となります。で、こちらの還元率の分かれ目として、ペイペイステップっていうのがペイペイの中であるんですけども、その前の月にどれぐらいペイペイを利用したか、ということで、ご自身の還元率っていうのが変わってきます。ですけども、まあ、誰でも基本的には0.5%還元にはなるので、もしペイペイで支払いたい方は、とりあえず ね、楽天カードで、支払うよりかはこっちの方がお得かなといいう,うに思いますでここからさらにね、還元率をアップさせたい方は、このスライドの中では紹介してないんですけども、ソフトバンクワインバイルまとめて支払いでチャージをして、その後に請求書支払いをすればさらにね、還元率をアップすることもできます。で、次に l i n e p イなんですけども、l i n e p イに関したら、請求書支払いでは0.5%還元となります。ですけども、支払う際には、ビザの l i n e p イ y クレジットカードがあって、やっと0.5%還元となるので、もし これを持ってない方であれば、基本的には残高払いという方法になるんで、還元率は0%還元となります。まあ、それに加えてですね、l i n e p a y の場合に関したら、請求書支払いは0.5%還元なんですけども、これをするよりかは、普通にクレジットカードで支払いをした方がお得なので、まあ、無理に l i n e p a y の請求書支払いを使う理由っていうのは正直今のところはないのかなという風にも個人的に思っております。まあ、もしかするとね、お得な方法があるかもしれないんですけども、まあ、そんなに無理して使わなくても大丈夫です。で、続きまして a u p a y ですね。 の場合に関したら請求書支払いで決済するときは0.5%還元となります。まあ、こちらねちょっと前の動画でも紹介したんですけども、A U Pay って結構魅力的でして、普通に決済したら0.5%還元なんですけども、今左側に出てるようなカード、A U Pay カードとか楽天カードとか、まあ J Q エポスカード、まエポスカードですね、まこういったものでチャージをしてその後に決済したら実質の還元率がそれぞれアップした状態で決済ができるので、もし A U Pay が地域に対応していればこれで支払うのも結構ありか。 かなというふうにも思っております、うん、ちょっと羨ましいですね、これは。で、続きまして、D 払いですね。D 払いの場合に関したら、一応、請求書支払いには一部対応してるっぽいんですけども、還元率がなんと0%還元になるんですよ。自宅でサクッと支払えるものはいいものの、特に支払った上でお得なことっていうのはないので、手軽さはあってもお得感がないんで、あまり個人的にはおすすめはしないですね。まあ、いずれね、ここが0.5%還元とかになれば、ちょっと面白くなってくるかな、というふうにも思ってます。あと、支払いの時って確かポイントって使う 使いましたっけそれはちょっとそこまですいませんまだ調べてきれてないですそして最後5つ目のファインペイの場合に関したら10円相当のファインペイボーナスっていうのがもらうことができますでしかもね支払う前にその請求書支払いでちゃんとファインペイで払えるのかとかファインペイボーナスがもらえるのかどうかっていうのをアプリ上で事前に確認することができますんでその機能に関したら結構ねファインペイのアプリでは優秀な機能の一つかなと思っておりますでとりあえずねこの1,2,3,4,5種類の決済方法を使う上でちょっとやっぱり気をつけておいた方がいいかなっていうのが 一つあるんですけども、それがこちらですね。使える地域を全に確認ということですね。まあ先ほどからちょっとちらちらとお伝えはしてるんですけども、全部が全部の場所で PayPay ペペで決済できたりとか、LINEPay で決済できたりとか、AUPay で決済できたりとか、まあそこら辺がね、正直現時点ではもうほんとバラバラなんですよね。まあ正直圧倒的に多いのは PayPay ペペなんですけども、その次に LINEPay とか、まあここ最近はね、ほんと AUPay が使える場所とかも増えてきつつはあるんですけども、AUPay ね、さっきお伝えしたやり方結構お得なんです がまだね確か九州がほとんど対応してなかったので個人的にはこれがね対応してくれれば嬉しいかなというふうにも思ってますなのでもしスマホ決済で請求書支払いとか公共料金支払う方はしっかりと事前にチェックをしてあここ自分が住んでる地域使えるなとかそれが分かった上で決済を行ってみてくださいってことで今お伝えした内容を簡単にまとめると公共料金の支払いに楽天カードを設定されている方いらっしゃいましたら還元率がもしダウンされる方がいらっしゃったらとりあえずね設定されている方は変更手続きをい 今のうちに行ってくださいもう明日しよう明日しようとかまあ、そんな風になってたらねせっかくもらえるポイントがちょっと低くなったりする場合もあるかもしれないので気をつけてくださいで設定する際は0.2%還元を上回るクレジットカードを設定してくださいとまあこれを下回るクレジットカードってなかなかないとは思うんですけどもそれを上回るねクレジットカードを設定すればねお得ですよとそしてもしねクレジットカードを持ってない方とかあまり使いたくないっていう方がいらっしゃったらそれを0.2%還元を上回るスマホ決済を活用して還元率アップを狙ってみても いいと思いいまあ、そんなこんなで今回は6月から楽天カードでの公共料金の支払いの一部の場所で還元率が1%から0.2%還元に落ちますよと。そしてその今後の対策についてですね、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。 ま、ほんとね、この楽天カードに関したら、うちょっと前であればね、楽天ゴールドカードの件もありましたし、で、今回のね、国料金のこともありましたけども、なんちゃかんちゃね、この楽天カードは年会費無料で、なおかつ楽天市場で使うと還元率アップも狙うこともできるので、やっぱり僕はね、このカードまだまだ長く使っていこうかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたクレジットカードであったりとか、スマホ決済というのは、一部しか正直紹介しきれてないところではありますんで、もしね、こういった方法がお得ですよとか、この支払い方 方であればベストですよっていうことがあればぜひコメント欄書いていただければなという風に思っておりますで今回参考にさせていただいた公式のリンク概要欄に貼っておきますのでこちらも気になる方チェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました